去る7月28日、東京田町にあるスタジオで映画「攻殻機動隊」のアフレコ初日の記者会見が行われました。集合写真撮影の後、監督と主な声優が紹介されました。主人公草薙元子を演じる田中敦子さん、草薙のサポート役のバドを演じる大塚明夫さん、物語の鍵を握る人形使いはかゆみ家政さんが演じます。攻殻機動隊責任者荒牧を演じるのは大木民生さん、アニメ初挑戦の中野豊さんは機動隊メンバー石川を演じます。そして本作品の監督を務めるのが押井守さんです。それではこの映画にかける意気込みを大塚さんとかゆみさんに、そして作品の見どころを押井監督にそれぞれ語ってもらいましょう。ディレクターの方で笑ってらっしゃるけど、本当ちょっと困っちゃうんですよ、こういうのは。とっかかりが何もないですね。否定では神のような悪魔、そんな都合のいいものがあるわけがないじゃないかって、それで実体はないんだって、どこでも入っていっちゃうんだって、これはお化けじゃないかって、じゃあ恨めしやって言ってればするもんでもないし、一体どこら辺に基準を置いてやればいいのか、これはもう本当正直言ってスタジオ入って、まあ、皆さんと一緒に喋ってみないとどういうことになるかわからない、もう野心的大失敗作になるかもしれないという、もうこの業界にいられなくなるんじゃないかというプレッシャーを感じている今日この頃でございます。どうぞよろしく。みんなに、というか万人に受けるためにっていうんじゃなくて、なんか非常にそのことは自分の中で捨てて、僕の中で理解した推しワールドの中にどのぐらい入り込んでいけるかっていう、そのことだけを考えて、本番に臨みたいと思っております。まあ、そういう意味では役者さんたちがよりある意味では肉声に近い芝居で、むしろ肉声を感じられるっていう、人間の存在が感じられる、そういうスタイルになっていただくつもりだし、それを期待しています。スタッフ、声優が一体になって取り組んだ大作「攻殻機動隊」、11月に世界同時公開が予定されています。楽しみに。